トーマス・トゥヘルは西ドイツ・クルムバッハ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。サッカー指導者。現在はプレミアリーグチェルシー FC の監督を務めている。現役時代は DF。ユースクラブ TSV ・クルムバッハからキャリアをスタートさせ、1988年から当時4部の FC ・アウクスブルクへ移籍。 その後キャリアを重ねるもニ部リーグのシュトゥットガルター、キッカーズが最高で、1998年膝の怪我により24歳にて引退。引退直後から指導者を志し、バーでアルバイトをしながら、大学に通い、指導者の資格を取得。26歳の時に、VFB シュトゥットガルというマイナス15の監督に就任すると育成分野で知られる存在となる。 2008年には1、FSV マインツレーゴ U-19 をブンデスリーガで優勝させたことが評価され、ブンデスリーガ開幕4日前に全監督の解雇に伴いトップチームへ引き上げられ、36歳にして監督に就任した。この背景には当時ドイツサッカー協会のテクニカルディレクターを務めていたマティアス・ザマーが若手監督の要請に力を入れていたことがある。 2009から10シーズンはリーグ9位の成績を残した。2010から2011シーズンではハンブルガー SV に敗れるまでリーグ対の7連勝を達成し、シーズン終了後にはクラブ過去最高の5位の結果となった。2013、14シーズンはリーグの7位となり、翌シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。二千十四年五月十一日、 クリスティアン・ハイデル・ SD より実質的に辞任と契約を1年残しての退任を発表した。ボルシアドルトムント監督時代2010、2017年5月30日、契約が解除されたことがクラブから発表された。リーグこそ2位に終わるも、フメルス、ムヒタリアン、ギュンドアンなど多くの主力選手の遺跡により大幅な入れ替えを余儀なくされたほか、さらにレンベレ、モア、ゲレイロ、 自作をはじめとした若手を積極的に投与。結果として、勝ち点64ながら、チャンピオンズリーグ出場権の獲得に成功。2016から17シーズンでは、DFB ポカールを優勝し5年ぶりのタイトル獲得を成し遂げたが、以前から噂されていた、ハンス・ヨアヒム・バーツケ CEO との確執が深まる。一方となり2018年までの契約を残したまま200万ユーロ以下の、 医薬金を支払う形で契約を解除した。2018年5月14日、パリ・サンジェルマン、FC は、トゥヘルと2年契約を締結したことを発表した。2019から20シーズンには、リーグ戦、カップ戦含め国内4冠達成、UEFA チャンピオンズリーグにおいて、クラブ史上初の決勝進出に導いている。2020年12月24日、 パリ・サンジェルマンの監督を解任された。2021年1月26日、チェルシー FC の監督に就任することが発表された。工夫が凝らされ、飽きずに常に頭を使い状況判断が必要な練習を実施するのが特徴である。マインツ時代にトゥヘルの指導を受けた、岡崎真司は毎週違う練習をやっている。同じメニューだったことは一度もないと。 その練習メニューの豊富さを語っている。代表的な練習場の工夫は以下のようなものである。2021年1月31日現在、ボルシアドルトムントパリ・サンジェルマン2018、2019-2019から20、202019から202018から192019か,か,から20。ありがとうございます。